心と世界は二つとも、いつも一緒に消滅す。けれど照らして見れるのは、世界ではなくて心の方。世界と心が出来し、没入してゆく源泉は、不生不滅のあれだから、創造維持破壊を行う。ブラフマ・ヴィシュヌ・シヴァというも、真実在の三つの面。私たちが見ている世界と見ている自分の心は両者ともいつでも一緒に生まれては滅しているのですよ。例えば私たちが深い眠り熟眠状態にあるときには外の世界を認識していないわけです。ですから、心が眠りに陥りますと、世界も寝ている、つまり滅しているわけですね。けれど、照らして見れるのは世界ではなくて心の方。世界を認識しているのは心ですよ。世界が心を認識しているのではなく、世界を照らして見ているのは心の方ではありませんか、ということですね。ですから、その心が眠ってしまうと、つまり照明力がなくなると、世界も滅してしまうわけです。全くの暗闇と同じことになってしまうわけですね。そうして心が見ている世界とその心自体が没入していく源泉があるというのですね。出てきてまたそこに帰っていくふるさとのようなものがある。それは不生不滅の生じたり、滅したりとかいう一時的なものではない永遠のあれ、たって、さって、あの真実在。だから、それが創造とか維持とか破壊、そしてまた創造、維持、破壊などを行っているのだよ。創造はブラフマ、維持はヴィシュヌ、破壊はシヴァという三つの神様によって比喩的に言われていますが、その創造活動、維持活動、破壊活動というのも結局は不生不滅のあれである真実在の三つの面を言っているに過ぎない。だから、ブラフマ、ヴィシュヌ、シヴァという三つの神様を統合したブラフマン、イコールアートマン、真実在を知りなさい。それには、目を外に向けて、限りなく変化する現象世界にとらわれるのではなく、それを見ている心の源泉の方に目を転じていかないといけないのですよ。私は誰かというアートマビチャーラをしなければ、ブラフマ、ヴィシュヌ、シヴァを統合しているブラフマンなるアートマン、真実在を覚知することはないのだよ、というのがアラマナ・マハルシの
言いたいところなんですね。さっきは6番のところまで行きましたので、今度は7番ですが、その6番のところの図解ね、見てなおよく研究しておいてください。まあ上の方の図解もそうなんですが、下の方のその18回のところですね。世界といっても、世界をどのように認識しているかによって世界の見え方が一人一人違うんだっていうこと、つまり自分が見ている世界と他の人が見ている世界は共通点もあるように見えるけれど、厳密に見ていくとね、厳密に意見を交換していくと違うんだっていうことです。その違いの方が問題になっているんだっていうことです。同じところじゃなく違うというところが非常に問題になっているわけなんです。それがエゴのぶつかり合いで、それが小さいレベルでは喧嘩、個人同士の喧嘩、大きなところでは国家間同士の喧嘩、あるいは同じ国家間同士でも小さな、もうちょっと小さな面で見ると政党間の争いとかですね、そのようなことになって現れるわけです。それはすべて世界観が違うからだというよりも、まあ実在感がないからだ、真実在感がないからだ。真実在感を得ている人同士で喧嘩っていうのは、ケロンっていうのはないんです。あるとしたなら、その真実在感から離れた人たちだけでの間の問題だっていうことですね。この18回っていうのは、もう一人一人の18回は別だって考えないといけません。一人一人のその感覚器官の働きとか、感覚器官を取りまとめている第六意識の働きが違うからなんですね。で、似たのを同じだと勘違いすると仲間意識ができるわけです。で、仲間だと思って一緒にやっていこうと。まあ結婚したり、仲間として仕事をやっていこうと。で、やっていくうちに食い違いに気がついてきて、その食い違いがお互いに気に入らないと喧嘩になるわけですね。ですから結婚というのは 100% を誤解のもとになされるっていうけど、まあ本当だと思いますね。一緒になってみないと誤解がわからないんですね。まあその前は、また違うところがいいわとか思ったり、アバタもエクボでね、そのように見てるわけですね。そうしたなら7番のところに行きましょう。Even though both the mind and the world rise and set together, it is the mind which lies the world. Even though 何々ではあるけれどものだけれど、both どちらも、 the mind and the world 心と世界のどちらも、 rise and set、で、rise は湧き上がってくる方、set は沈んでいく方ですから、消滅の、消に rise が当たりますし、滅の方に set が当たりますね。rise and set で消滅するっていうことです。together、一緒に。ですから、心があれば、心に映し出される世界があるし、で、心がもし睡眠状態になれば、心が捉えていた世界も睡眠とともに消えていく。一緒に消滅するっていうことですね。なくなればっていうのはエネルギーがなくなればっていう意味じゃないです。心の働きがあれば世界を分別するし、分別する働きがなければ分別される世界はないって、そういう意味です。のだけれど、It is the mind which lies the world. The world, 世界。自分から見て他である世界を light、照らすのは the mind、 心、自分の心の方である。つまり皆さんの心がですね、チッタブリッティ、心の活動が睡眠状態になれば、皆さんの心はこう世界を照らすことがありませんので、世界を見ないわけです。睡眠状態、完全な睡眠状態にあるときにですね、外が晴れているか曇っているかなどを照らし見ることはないわけですね。どちらも消滅する現象ではあるけれども、見る方は自分の心ですよっていうことをここで強調してるわけですね。だからその見る心
の働きを見ていかないといけないということです。そこを忘れると、あの科学の世界ですね、外の世界ばっかし見ちゃうわけですね。目を外に外にって向けていくわけですね。科学だけじゃなく、あの政治経済などの働き活動でも一緒ですね。あるいは自分の興味が外の世界に出ていきますと再現もないですね。まあ、例えばこういう NT1 欲しい、マイクロカセット欲しい、こういうラジカセ欲しいとかって機械に目が向くと再現がないですね。毎年新製品、毎年何回か新製品というものが出ますしね。車でもそうでしょう、あるいはファッションでもそうですね。ですから自分の心、どうして私はそういうものを欲しいのかという心の方に向けていくと、こういうものを買い集めたりしませんね。自分の心の欲望、まあ、例えば僕はこれを録音するから、この講師会の録音のために機械が必要なんであって、録音する機能をこれぐらいのレベルで行えるものがあればいいっていうことであれば、まあ、これぐらいで十分ですし、それ以上はいらないわけですね。新しいの出てもつかないわけですね。まあ、これ以上便利な機能があって、どうしてもそちらの方が録音もいいし整理もしやすいということであれば、その時は買い替えるわけですね。必要があればということですね。必要がなければそうはしない。そうすると自分の心の中に知足という精神が生まれてきますね。で、知足すれば外の世界をこうどこまでもね探検して照らす必要はないわけです。まあ、探検家たちっていうのは、例えば山、高い山に登るとか、海に潜るとか、まあ、あるいは道の地域に入っていくとかね、それは自分の心を照らしてるんじゃなくて、世界を照らしてみたい、他はどうなってるんだろうっていう欲望が強い人たちですね。自分の心を知っている人はまず動きません。ラマナ・マハリシのようにね。で、世界を照らし見る、分別している心はどうか、それを見ていくべきなんですよっていう教えです。The source from which the world and mind rise, and into which they set, is the reality which does not rise or subside. The source、これは源泉、出所というような意味ですね。From which はそこから、the world and mind、世界と心が rise、出来し、出てくるっていう意味ですね。世界と心がそこから出てくるところの源泉、 and そして into which、 そこへ they set、 they は the world and mind、 世界と心ですね。世界と心がその中に沈んでいく、没入していく源泉ですから、世界が出てきたり、それから没入していく、その源泉、the source、 それが is the reality、 大文字で書いてありますね、 reality、 これが sat、 サンスクリット語の sat です。 sat、 sat、 真実在。内山老師たちは生の実物とか表現しておられますね。本来の面目とか神話とか、あれやこれやに言われている、 God とかね、あれやこれやに言われているものですね。 The One と言われたり、 The Heart と言われたり、 Sat と言われたり、 That、 あれと言われたりなどですね。その真実在というものは、 Which does not rise or subside、 Rise、 湧き上がってくる、正規したり、 Or subside、 消滅したり、上に出てきました、消滅するの消滅ですね。正規の正と消滅の滅、合わせると消滅、生じて滅する方の消滅になるでしょ。般若心経に不生不滅って書いてあるのと、ラマナ・マハリシがここで The reality which does not rise or subside って言ってるのは一緒です。ここはですから不生不滅のっていうのと一緒ですね。不生不滅、不増不減とかね。世界と心が、自分の心と自分の心が見る世界が出てきたり没入したりする、その源泉は不生不滅の真実在であるっていうようなことですね。
平気したり消滅したりって見ているのはそのように分別しているからです。出てきた、例えば地面からですね、まあ今いろんな根とかが出かかっている時ですね、またしばらく前ですとフキノトウとか出てきましたでしょ。Arise、 フキノトウが地中からこう出てくる、出てくるからには下であったんですね。あったものが現れてくるだけですね。フキノトウ上に出てきてからでは遅いので、ちょっと出かかったり、あるいはこの辺だろうって思って掘ってみればですね、ちゃんと出てるわけですね。で花が咲いて、まあそうなるともうフキノトウとしてはまあね、食べられなくなるから、花が咲く前のつぼんだ状態のを取らなきゃいけないでしょ。で花が咲いていっても、やがてそれは消えて枯れて、また地中にね、消えたように見えますが、また次の春近くなると現れてきますでしょ。 Rise and subside ですね、生起したり消滅したり。でも生起したり消滅したりしても消えないものがありますね。それと一緒です。この現象世界も現れたり消えたりするけれども、そういう消滅によっては滅していかない何かがあるわけです。それをだからリアリティ、真実在って言ったわけですね。この地球は、あるいは太陽系は、この太陽系がね、できる前からエネルギーとしてあったわけです。なかったならこういう太陽系はできなかったわけです。ですから地球や太陽を構成するエネルギーっていうのは、地球や太陽ができる前からあったわけです。どういう形で太陽系を生む種としてあったわけですね。こういう太陽系を生む種としてあったわけです。で今このように展開してますから、花咲いてこれから実がなって収縮の時期に向かうと、まあ今宇宙はこう膨張してますでしょ。次収縮していきますね。収縮に入った時が種になっていくっていうことです。花が咲いて実がなると、実の中に種、種子ができてますね。でその実が崩れていくに従って、形が崩れていくに従って中の種がしっかりしてくるでしょ。ですから宇宙が膨張から収縮に移った瞬間から種がですね、どん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 充実してくるわけです。今僕たちが住んでいる宇宙系っていうのは膨張してますので、まだ花が開いてこう実が大きくなっている時期ですね。いずれ収縮が起きるわけです。消滅の方向に向かうわけですね。その消滅の方向に向かうように見えた種は何かっていうと、どういう記憶があるんでしょうかね。そこに生きている、そこで活動しているあらゆる生き物、無生物含めて一切のものの記憶の総体がその種子の中に残るわけです。ですから僕がかなり強烈な執着を残せば、その太陽系の種の中に僕の残した強烈なしこりが組み込まれて、それがまた発現して、自分はまたそこに生まれなきゃないということですから、執着を残すっていうことは自分を苦しめ、他の人たち、他の存在にとっても迷惑なことですね。ですから一番いいこと、最善、最も良いこと、最善っていうのは執着のエネルギーを残さないっていうことです。跡形を残さないっていうことですね。まあ執着の中でも一番悪いのが怨念ですよ。恨むっていうことね。他者を恨む、自分を恨む、自分の境界を恨み、他者をも恨むっていう、それが一番悪い執着ですね。ですから毎日の生活の中で責めない、恨まないっていうことを心がけていかないと、毎日毎日この宇宙エネルギーに対して悪いことしてるわけですね。人の悪口言う、恨む、妬む、口には出さないけども妬む、呪い殺すとか、そんなことをせたらですね、宇宙エネルギーを呪い殺して、そしてそこに自分が輪廻再生するっていうことですからね。自分を呪い殺すのと一緒なんですね。で人を呪わば穴二つっていうわけですね。ここのところよろしいですか。自分が見ている世界は自分の心がそのように照らして見てるだけだ。自分で照らして自分で分別して見てるだけだ。
で、その世界も自分も消滅する源泉がある。The source ね。源泉がある。Heart って言っても一緒です。The source とか The heart って言っても一緒ですね。それは消滅しないんだっていうことですね。そのエネルギーとか意識、プラクリティというようなプルシャというようなそれは消滅しないっていうことですね。不増不減、増えたりも減ったりもしない。ただ無常、常ならず変化しているように分別されているだけだっていうことですね。ですから皆さんは生まれる前からあったんですよ。地球や太陽が生まれる前からそういう種子としてあったように、皆さんは生まれる前から種子としてあったわけですね。まあ、それが第8アーラヤ式ですね。第一脳辺。で、第一脳辺の中にどのような執着を自分は残してきたのか、そして今持っているのか、今持っているものが結局は残っていることになるのか、っていうようなところを、まあ、見ていかないといけないわけですね。